フラワンダフルライフ、今日も植物色の毎日やってますか？店長、今日は何を紹介してもらえるんですか？はい、今日は、春の大好きな、大人気植物ナデシコ類です。めちゃくちゃ可愛いんです、めちゃくちゃ可愛いんです。紹介しましょうか。まずサントリーさんのミーテ、ミーテの桜ピンク、桜ピンク可愛いでしょ。これこのね、何とも言えない色変わりしていくんですよ、このほんのりピンクにね。はい、これが一つ。はい、こちらも可愛いサントリーさんのミーテのピーチラテ、ピーチラテです。すごい、ありそうでなかった、このピーチ色いいでしょ、おしゃれ。はい、こちらもミーテの新色かな、グレープソルベ、グレープソルベ、ちょっとお花大きいです。で、わかります、ちょっとフリフリになってるんですよ、フリフリに少しこうウェーブかかってます、すげえ。さらにこちらも新商品、見てください、桜マーブル、ミーテじゃないんですけどね、これね、桜マーブルっていう新しいナデシコです。はい、とにかくとっても可愛らしいミーテとか桜マーブルなどのナデシコ類なんですけど、日本の気候にとっても合ってますね。真夏や真冬以外はほとんどずっと咲いてます。花持ちも良くて抜群です。はい、株もね、こちっとまとまってとっても扱いやすいし、寄せ植えにも花壇にもそのパフォーマンスをね、すっごい発揮してくれます。とにかくね、植え替えさえすれば自然とほったらかしでも綺麗に咲いてくれますのでね、とってもおすすめです。おすすめの楽しみ方その1、寄せ植え、寄せ植えです。寄せ植え見ておしゃれでしょう、これさっきのグレープソルベ使った寄せ植えになります。このペチュニアの止水と合わせてね、おしゃれな花色だけで合わせてみました。どうですか、いいね。おすすめの楽しみ方その2、当店ならでは、見てくださいこれ、じゃーん、リングバスケット。もう説明いらず、ただただ可愛い、いいでしょこれ。ピーチラテと桜ピンクの、リングバスケットになります。すげー可愛い、最高。この楽しみ方がベストかなって個人的には思います。今日もフラワンダルフライフ、植物色の毎日に欠かせない素敵なお花の紹介でした。このチャンネルが気に立った方はぜひチャンネル登録してください。